どうも皆さんこんにちは、ほうです。今日はですね、シェリフでギャング地帯の方をパトロールしていきたいなと思います。今日乗っていくのはですね、こちらのシボレーのタホという車ですね。さて、なんか逃げ惑ってますね。何があった？じゃあまず防弾チョッキを持っていきましょう。いや、今日はですね、ちょっとね、2回目ですね、この撮影。なぜかと言いますとね、1回目ですね、録画の方はちゃんとできていたんですけど、音声の方がですね、ちゃんと撮れてなかったということで、一人で実況を喋ってたというね。一人でさ、録画もせず、録音もせず、一人で喋っていたという悲しいことがありましたので、いや、やっていきましょうか。で、今回ですね、新しいモッドを入れまして、この道路がね、リアルになりました。LA ロードっていう、まあ実際のアメリカの LA みたいな道路に変更するモッドですね。なので、この地面の色がですね、薄くなってますね。日本のなんか道路ってかなり黒いですけどね。まあ、海外ドラマとかで見るアメリカの道路って非常になんか薄いですよね、色が。なので、そんな感じの色に変更するモッドですね。いや、非常にリアルですね。もうまさになんか映画とかドラマで見る感じの道路になってますね。非常に、よくできてますね。さあ、こちらに移動してもらいましょうか。すごいなんか壊れておりますけど、もう道路がね、全般的に変わっていまして、まあこういうね、白線、なんか黄色のね、点線が出たりね、追加されていたり、まあいろいろとね、リアルになっております。非常になんかアメリカって感じがしますね。さあ、あとはちょっと待ってね、そうだね、調べないとね。まずはこの車が安全な車か調べておきたいと思います。お、ライセンスが停止というアラートがついておりますよ。この人ですね、この男の人、免停になってるようですね。じゃあ免許証の方を見せてもらいましょうか。こりゃまずいな。タイヤも壊れてますしね、同じですね、写真の人と。こんにちは、ちょっと大変でしたね。じゃあ免許証の方を見せてもらえませんか。何か、おお、持ってましたね。多分免停ですね、この人は。よし、見てみましょう。この人ですね、免許停止になっておりますね。まあ、逮捕状は出ておりません。今日はですね、ちょっとね、フレームレートが全然出ていません。40fps がマックスっていうね、非常になんかちょっとガクついているんですけどね、ご了承ください。すげえことにぶつかってる。一回ちょっとね、エンジン切って降りてきてほしいんですけどね。うおー、エンジン切らずに逃げようとしてますね。マジか、逃がすか、この野郎。テーザー銃で撃つぞ、テーザー銃で撃つよ。あ、もう引かれた。止まれ、止まるんだ、そこで。もう引かれるから止まりなさい。よーし、地面に伏せて。ちょっと車の人止まってね。なんか歩道も変わってますね。レンガになってるね、歩道の色も。すげえ。めっちゃ変わってる。で、なんかあの黄色の線もついてますね、ここね。普段は赤色なんですけどね、なんか黄色の場所は駐停車してもいい場所なんかな、確かね。で、赤色の場所が駐停車禁止の場所だったと思います。まあ、そんな感じでなんかバラエティが増えておりますね。さて、見てみましょう。何か持ってるかな。この人は何も持ってないと。じゃあ車内に入ってね、アルコール検査しておきましょう。あとドラッグの方もね、見ていきたいと思います。初めてだね、このダウンタウンでシェリフでやっていくのは。アルコールめっちゃ飲んでますね、 0.128%。 普通に走って逃げていましたけどね、だいぶ酔ってますよ、この人は。ドラッグの方を見ていきます。ドラッグはやってないと。いや、とんでもねえな、扉がどっかに飛んでいっちゃったね。やってまいましたね。やってしまいましたね。さあ、何が入ってるかな。バナナが入ってる。
バナナが入ってますね。なるほど、僕朝食べましたよ、バナナ。こちらに呼んでおきましょう。いやー、あー、ごめんごめんごめん、違う、間違えた。え、何やってんの、ちょ、間違えて違うとこ乗ってるんですけど、ごめんなさい。あの、車返します。あの、戻ってきてほしいんですけど、すいません、間違って車取ってしまいましたね、ごめんなさい。あの、車返したいと思いますから戻ってきて。どっか行っちゃいましたよ、ほんと。いや、どうしよう、置いとくしかないですね。ここに置いといたらいいでしょうね。まあ、車内も見てみましょう。うわ、めっちゃなんか入ってたじゃん。 IED 入ってますね。ちょっと待って、しまった。自爆テロを起こそうとしてたのか、本当に。すげえ。覚醒剤も入ってますね。あと、サイレンサー。で、あとはね、大麻が入ってますね。小袋に入った大麻が。入ってますね、こちらの方。まずい。ちょっと待って。逃げちゃったかな？もう無理かな？追いつきませんよね、さすがに。ちょ、消えちゃったかもしれませんね。え、どの人だっけ？さっきのやつって誰？どこにいるんでしょうかね？見えないですね。この横に歩いてる人かな？ちょっとわかんないぞ。なんか違うような気がするな。頭の方がですね、茶色だったんですよね。頭の髪がですね。でも服装は大体合ってますね。で、ズボンが違いますよね。靴も違うね。上の上半身だけは合ってますね。いや、この人じゃないな、絶対。じゃないですけど、見てみます。ちょっとね、やってしまいましたね。さあ、ちょっとこっちに来てもらいましょう。確か頭は黒じゃなかったと思うんですけどね。サーカスのマスク？あの、ピエロのマスクですね、持ってました。ちょっと待ってね。一回手錠かけましょう。車内に入れておきたいと思います。ちょっとなんか変なやつが歩いてきてますけどね。さあ、で、さっきのね、車のナンバープレートをね、調べてみたいと思いますね。62-LVR183。 ん？該当しない。この人はね、関係ないですね。解放したいと思います。髪の毛が茶色だったもんね。まずもう分かんなくなりました。残念ながらもう無理ですね。で、そして今日はね、すげえバグってますね。1回目撮った時はね、全然バグってなかったのに、2回目撮影する時になるとバグり始めてますね。ごめんなさいね。ちょっともうちょっとギャング地帯の方を見ていきたいんですけど、なんだかわかんないけど、すげえ重たいですね。で、あとね、こちらの車両ですね、 ELS が対応しておりますね。なので、いろいろとね、転倒するパターンを変更できる、ます。変更しちゃいます。何がいいかな？こういう感じがいいですよね。もう少しなんか高速に転倒させたいところなんですけど。まあ、ちょっとあんまりこだわってるとね、もう僕はね、めっちゃこだわるんで、これぐらいでいいかな。これ消しておきましょう。これあれだね、ウインカー対応してないですね、インジケーターが。前の方だけ対応してますね。後ろはね、表示されないようになってますね。ちょっと謎いですね。さあ、来ましたよ。じゃあ、ここ左に行ってみましょう。いや、本当に、この、もっとすごいですね。道がめっちゃ変わってますね。すごいな。
これは大変な努力ですよ。じゃあどうしようかな。右に行きましょう。で、今回ですね、僕はですね、非常にね、ちょっとね、驚いたことがあります。それは何かと言いますとですね、前の方ですね。まあ、YouTube にはですね、アナリティクスというね、ツールがありまして、まあ、動画公開してる人なら知ってると思うんですけどね。まあ、そこでは何ができるかというとね、いろいろと自分のチャンネルのね、詳細の情報を見ることができます。例えば、簡単に言うと自分のチャンネルの統計情報なんですけど、まあ、いろいろね、詳しく見ることができるんですけどね、それで見たときね、僕はね、めちゃめちゃびっくりしたことがあります。それは何かと言いますと、でもね、驚いたんですけどね、実写動画を上げると、チャンネル登録者数が減るというね、恐ろしい真実に気づきました。車が動かないようですね。どういうことかと言いますとね、実写動画を上げたら、登録者がね、200人ぐらい減ると。ちょっとめっちゃびっくりしたんですけどね。これまで2017年ですね、実写動画をね、3本か4本ぐらい上げたんですけどね、その実写動画を上げるたびに、登録者がね、減っていたというね、恐ろしいな、みたいな。めっちゃ嫌われてますね、僕。実写動画。上げるたびに200人減ってるからね。とんでもねえなと思ってしまったんですけどね。エンジンはなんとか直ったようですね。なので、これからはですね、実写動画を、ちょっと待って待って待って、降りてきなさい。お前何やってんの何やってんの盗もう。ちょ、まずいまずいまずい盗まれた。これはまずい。ちょっと待って、盗まれた。うわー、まずい。これはまずい。テーザー銃で撃たれてる。くそ、パニックボタンを押しましょう。誰か来てくれ。地面に。地面に伏せるんだ、地面に。武器を捨てて。すげー、もう、ちょっと待って、ギャング地帯だからあんまり銃撃戦はしたくないな。すげえ、盗まれたね、ほんとに。よし、逮捕しましょう。なんか他のギャング応戦せずに逃げていったね。なんだろうね、今日のギャングはおとなしいですね。ちょっと調べてみたいと思います。この人ですね、コカインを持ってましたね。まあ、まずは病院の方に連れて行きましょう。ちょっと名前聞かせてもらおう。君一体この車盗んでどうしようとした？すげえ危ねえな、ほんと。あ、なんか鍵かけてるはずなんですけどね。盗まれちゃいましたね。うおー、ちょ、マジか。すげえ、ありがとう。めっちゃ痛かったわ。おー、めっちゃ集まってきてくれましたね。うっひょ、かっこいい。さて、それでは。ちょっと待ってくださいな。待ってくださいな。後ろの人、ちょっと待ってね。まあ、なのでね、僕はですね、さっきの話の続きなんですけど、もう一個ね、サブチャンネルでも作ろうかなと思います。サブチャンネルを作って、そちらにですね、またね、実写動画上げたくなったらそっちに上げていこうかなとは思います。あのね、他にもですね、登録者が減るタイミングっていうのが分かったんですけど、このグラセフ以外の動画、例えばバイオハザード7とかジャストコーズ3とか上げた時にですね、登録者が減るというね、そういうことも分かりました。うわ、もうめっちゃ減らしてるなと思ったんですけど、あと、長期間の休んだ時ね。一回8月にね、1ヶ月ぐらいね、動画投稿しなかった時があるんですけど、その時にね、めちゃめちゃ減りましたね、登録者。もう、なので、ちょっとね、これからは気をつけてやっていきたいなと思います。
もうとにかく今はね、10万人目指したいなと思ってるので、で逆にね、増えるタイミングがありました。それはどういう時かというと、あのゾンビ動画とか出した時に増えていますね、登録者が。まあ、そういう感じです。まあ、他にはいろいろ詳しいことがあるんですけど、またね、見ていきたいと思います。言っていきたいと思います。すげえ、ちょっと待って。で、これ緊急走行モードになってる？めっちゃ煙出してますね、前の車。止まってください。その車、煙出すぎですね、さすがに。ちょっと見てみたいと思います。アラートがついておりますね。無保険ですね。保険に入ってないという。あとはですね、レジストレーションの登記が、期限切れになっておりますね。おー、なんか2回ほど逮捕されております。殺人で逮捕されてますね、1件目は。もう一つはなんか、なんでしょうかね。破壊したとかなってますね。これはとても怪しいぞ。これかなり危険人物かもしれませんね。逃走に備えてこっちに寄せておきましょう。そこじゃない。もういきなり失敗しちゃってるね。まあいいや、そこでもいいよ。もうその状態だったらもう逃げることは不可能ですからね。よし、じゃあ降りましょう。殺人者ですからね、気をつけないといけませんね。うん？乗ってる人が違うな。二人とも違うぞ。写真の人と違いますね。こんにちは。ID 見せてもらいますね。何か ID を見せてほしいんですけど。ちょっとね、横に乗ってる人の ID もね、後で調べたいと思います。これは怪しいな。この人はね、別に、逮捕状もありませんね。免許もちゃんと持ってますね。さて、あの写真の女性とは違いますね。まあ別にこの人は問題ないと。ありがとう。じゃあちょっと横に乗ってる方もね、何か身分証明書を見せていただきたいんですけど。お、ちゃんと持ってましたね。1900、若いですね。見た目と違って若いですね。ちょっとなんか、自動ではなってなかったので、手動でね、打っていきたいと思います。はい、合ってますね、この人で。まあ、こちらもですね、逮捕状とかは何もありませんね。まあ、ただし、保険切れで、保険なしですよね、無保険で走ってましたね。あとですね、レジストレーションが切れていたということで。さて、まずはですね、ちょっと質問してみましょうか。今日お酒飲んできましたか？弁護士が必要です。弁護士が欲しいと言ってますね。まあ違法なものが入ってないかはわからないと。あんたら警察は俺の権利を侵害してる、いつもって言ってますね。車両の中調べてもいいですかというとね、ドラッグはやってないということですね。まあちょっと怪しいですけどね。まあ、車両は調べていきたいと思います。アルコールは飲んでないようですね。ドラッグの方も見ていきましょう。ドラッグもやってないということですね。毎回でもちょっとね、車両の中見せてもらいたいと思います。え？やはりな、殺人者が乗ってるということで。なんか運転席の方にですね、切断された指が見つかりましたね。なんだこれ。すげえな、ほんと。で、あとはですね、ビルの設計図が入ったホルダーがありましたね。こちらは、なんか怪しいとなってますね。多分、爆弾を仕掛けたりしようとしてるのかな。それは勝手な推測ですけど。あとスキーマスクですね。なんかすげえ怪しいですね。そのなんだ、その指は。指は一体どういうこと？その、車内の指は一体なんだ、それ。誰の指なんでしょうか。
ちょっとエンジン切って降りてきてもらえませんかね。よし、ありがとうございます。運転士の人に降りてきてもらいたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べたいと思います。この指は怪しいな。人間の指でしょ。そしてちょっと待ちなさい。どこに行ってるんだ。なんか記念品かな。シェリフのバッジですね。記念品だと思うんですけど、ちょ待ちなさい。どこに行ってる。知らないふりをしてますね。ちょっと待て、これは怪しいで。マジか、逃げられた。もう一人に逃げられた。うわ、もうマジかしまった。もう分かんなくなりましたね、もう一人。ちょ、マジかよ。ちょっと待って待ってもう大失態ですね、ほんと。手錠かけてからやる武器でしたね。うわ、もう逃げられてました。もう逃げられましたよ、ほんと。どこか分かんないよ。もう消えたね、多分。もう完全に消えましたね、これは。うわ、やってもうた。もう無理ですね。もうわからないですね。うわ、やってしまいましたね。残念ながら。なんということだ。ちゃんと手錠をかけてからやるべきでした。まあ、ということで、ユニット呼んでおきましょう。もう仕方ないですね。おお、他のパトカーもなんかパトロールしてるんですね。すげえあっちの方パトロールしてたんだ。おお、この人が運んでくれるみたいですね、後ろの人は。ちょっと待って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 。さて、あとは切断された指の方はね、調べていただきたいと思います。まあ、車だけは回収しました。何かやってないかな。すげえ、なんかまたバグってるね。まあ、たまにね、タバコ吸ってるふりしてタイマー吸ってる人がいるんでね、見てみたいと思いますね。まあ、ということで今回はですね、この辺りで終わりたいと思います。チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。まあ、と言ってもね、この動画見てる人ね、あんまり新しい人いないんですよね。そうなんです。この動画再生してる人はね、もう昔から僕のチャンネルを見てくれてる方がね、ほとんどなのでありがとうございます。あとですね、サブチャンネルもね、また作りたいと思いますので、まあ、作った時にはね、気になる方はね、ぜひそちらの方も見てほしいなと思います。そこではですね、まあ、このチャンネルではあまり人気がない動画とかをアップロードしていけたらいいなと思います。あと、ゾンビ大戦争なんですけどね。安心してください。作りたいと思いますので。なので、それではまた次回お会いしましょう。あとね、他にもですね、また新しい動画もね、作っていきたいと思いますので、それではですね、また会いましょう。ちょっとね、パトロールあまりできなかったので、またいつかこのシリーズやりたいと思います。それではさようなら。